道南1泊2日車中泊 part2。 今回は道の駅上ノ国もんじゅで車中泊、ラッキーピエロのテイクアウトをいただいて絶景の道南の夕日を堪能しました。車中泊を満喫するハルちゃんの様子もぜひお楽しみに。それではどうぞ。
分かった。